七夕豪雨から昨日で50年が経ちました。教訓を継ごうとおよそ20年ぶりに慰霊式を開いた町内会があります。静岡市葵区の丸山町です。こちらでは50年前の七夕豪雨の土砂災害で亡くなった8名の方を悼む慰霊式が開かれています。県内で44人が死亡、およそ8万棟が浸水被害を受けた1974年の七夕豪雨。特に被害が大きかったのは今の静岡市で、24時間で観測史上最多の508ミリの雨量を記録、27人の犠牲者が出ました。静岡市葵区の丸山町では静畑山の山肌が崩れて家屋13棟が全半壊、8人の死者が出ました。その丸山町で昨日、地元住民らによる慰霊式が開かれました。参列者の中には当時土砂災害の現場を見ていた人がいました。自治会長の岡村博さん、50年前のあの日の記憶を今も鮮明に覚えているといいます。外でどんどん戸を叩く音がしたもんだから、出てったらそのこの裏に住んでた方が土砂が入ってきたもんだから、ここへうちへいさせてくれって言って来たんで、それでここへ来てみたんですよね。1階建てか2階建てか分かんないんですけど、崩れてこの道路へね、屋根がもうだって落ちた。助けにとても入れない、もうごちゃごちゃになっちゃって、それでどうしようかなって思ったら2回目のねひどいのがバーって、それはすごかったですよ。もう地鳴りがしてね、ここでも地面が揺れました、ね、河川の氾濫が注目される七夕豪雨ですが、静岡市で出た犠牲者27人のうち実に21人が土砂災害によるものでした。土砂災害による被害は近年も後を絶ちません。去年6月には大雨による土砂崩れで当時の浜松市北区で住宅が倒壊、住民の35歳の男性が死亡しました。おととし9月にも台風15号による大雨で掛川市で土砂崩れが起き、45歳の男性が死亡しました。豪雨災害などを研究する専門家は、どんな山でも土砂災害は起こりうると指摘します。うちの裏山はこう頑丈で崩れないんだとかで昔からそう言われてるってこと話を聞くことあるんですけども、残念ながらもうそれは迷信というしかないですね。基本的に日本の山で頑丈で崩れない山なんてないんですよ。県によりますと、県内では1万8000箇所以上が土砂災害警戒区域に指定されていて、県や市と町が砂防施設を整備するなど対策を講じています。ただ牛山教授は、砂防施設があれば土砂災害が起きないということではないと指摘します。やっぱりまずはハザードマップですね、ここが危険性あるんだというふうにこうまずは把握して、もうそこから先どうするかというのはもう私たち一人一人のそれぞれの事情でですね、考えていくしかないんじゃないのかなと。そして七夕豪雨の記憶を伝える意義については、50年前に起こったようなことは多分今後も必ず起きる、で起きて被害ができる時の姿っていうのは多分ほとんど同じような姿になると思うんですよね。我々の息子は今50ぐらいになるんですが、全然知らないです。頼まれたこと知らないよって、知らない人ばっかになっちゃったよね。まあ、命ある限りというかね、少し下にね、つなげていく必要があろうかなと。当時経験した方も記憶が薄れてきて、また若い方は全然覚えていませんので、これからも町内会としても続けていきたいと思っております。